こんばんみ。2回目のこの日本橋までまた来たんですけど、今日はその単にね、田んぼ動画じゃないんですよね。まあもう一回田んぼしてるからね。前回、あれ先週なんですけど、先週来た時にちょっと一見気になる店があったんで、ちょっと今日はそこに行くだけの動画になります。というわけでね、またこうユニバースの前に来たんやけど、ユニバースって今やってんのかなこれ。まあいいわ、今日はそういうあれじゃないんでね。まあとにかくそこまで今から行きます。はい、ここなんですよ。一回ね、家具屋さんの通り、何ていう通りの名前やったかな、ちょっと忘れたんやけど、サウスロード千日前か、そこを通った時にちょっとこの店が気になったんですよね。もう素通りして下へ全くね、あの時触れへんかったから、多分気付いてない人もおるかもしれへんけど、まあちょっと、はい、ここずっと気になったんで、でもう予約も取ってるんでね、入ります。はい、なんかいろいろサインとかこう飾ってるような、写真もこうある。誰の写真かなこれ。こんな感じで店内はこんな感じですわ。あんま広くないな、ラッキー。あのね、最初ね、1階の2人掛けの席案内されたんですけど、そこちょっとね人が多いし嫌やったんで3階に変えてもらったんですよ。ほんなら見て、これ誰もおらんっていう。メニューがこんな感じ。あ、ごめんなさいね、料理とか取っていいですか。すいません。そしたらね、来てよかったっていうか、まあまだ食べてないからそんなん言うのもあれやけどね。まあ、ここはあれですね、馬刺しが有名みたいですからね。こういう風に馬のその部位の説明とか書いてあるのよね。まあ、ちなみに僕が頼んだのはね、これ寿の足音盛り合わせと、で馬三種盛り、とりあえずこの2つで、後でまたひょっとしたら追加でなんか頼むかもしれません。なんか馬こんな、こういう馬を使ってますよっていう感じなのかな、ちょっと逆光。まあ多分あれだけではね、あれだけで店出るのはもったいない気がしたから、もうちょいなんか食べるかな。デザート、まあデザートはいいわ、デザートは別にどこで食べようが一緒やからね、こんなんは。なんかおみくじを引かされました。なんかお箸におみくじがついてて、まあ、中吉だったんですけど、なんて書いてんのかな、願い事叶うが式場は進むがよろし、やだな、病気、ハイボール飲めば治る、待て、恋愛、デヴィ夫人またはロバート秋山のような方と良縁あり。どうコメントしたらええねんこれ。まず来たのがね、これが馬三種盛り、これが全部馬刺しみたいですね。でこれが、赤身で、縁側はハラミでいいかみたいですね。で縁側ってそのあれじゃないですか、まあよく回転寿司とかである、まあヒラメとかのあれを想像するかもしれませんけど、馬刺しの縁側っていうのはなんか脂身のことみたいですね。まあ喋っててもあれなんでね、早速食べていきましょうか。ごめんなさいね、ちょっと声落としてるけどね。はい、醤油、これは醤油ね、普通に醤油なんやな。じゃあいただきます。じゃあまず赤身からいっちゃおうかな。手でいこうか、手でいこう、醤油つけて、
なかなかいけますね。月並みのコメントしかできひんけどね。やっぱりこの縁側の気持ちが脂身みたいですね。醤油つけてね。こっちの方が好き、赤身も美味しいけど、縁側が、今と縁側の方が好きかな。じゃあ3つ目、これがね、ハラミみたいですね。なんかニンニクチップみたいなのついてますね。ちょっと似てるけどね。これは何？薬味みたいなやつ？玉ねぎ？これ何やろ？わからん。食べたけどわからん。これ何かな？ちょっとわからんよな。次来たのが、ことぶきの味をと盛り合わせるんですって。もうこれはね、イントロみたいなやつが、これがコントローラー。で、さっきと同じ赤身。こっちが中トロ、これがフォアグラ軍艦みたいですよ。あ、ごめんなさい、というわけでね、食べていきます。じゃあまず、さやな、フォアグラからいこうか。これも醤油つけたいかな。ウニみたいな。濃厚。これは濃厚。ウニみたいね。見た目もそれっぽいしね。たまに赤身。赤身はまあ先食べたから別に。いちいち。もう言わへんけど。じゃあ次は中トロ行こうかな。中トロね。赤身とコクが好きかな。こっちの方がうまい。まあ、こっちもうまいけど、中トロの方がうまいな。出ていく中トロか。これだけその、あれやな、豚肉やね。ちょっとね、豚肉は生で食べられへんから、ちょっとなんかこう湯通ししてんねんやろうけどね。まあ、こんな感じでちょっととりあえず一通り食べました。やっぱどれもうまいですね。来て正解やったね。とりあえずね、お寿司にして11貫、食べ終わりました。で、そうですね、まあ美味しいかな。美味しいけどちょっとくどい気がする。まあこれは大きい声では言えないけど、まあでもまた来ようかな。美味しかったな。美味しい。まあ僕が食べたやつ以外にもまだいろんなメニューがあるんでね、今度はまたそれも食べてみたいと思います。はい、ではさようなら。というわけでね、いや美味しかったよね。美味しかったよね、というかまあ俺しか食べてないから、まあ
今の言い方間違えてるのかもしれないけど、で結局ね、合計してね2980円、まあまあな値段やね。だから最初のね、あの何やったっけね、ことぶきの足音を盛り合わせ、あれが結構してん。であれとね、もう一品その馬刺しか馬刺し三種盛りか、あれはまあまあ500円ぐらいだったかな、覚えてないけど単価をな、まあでもあれだけ食べて、まあ、2900円ってまあまあ安いんじゃない、相場なんじゃないかな、あんまり相場がわからんからね。うん、まあでもね、機会があればまた来ようと思いますけど、なんで俺がね途中で場所を変えたかというとね、ちょうどね俺が座ってて、その隣の机にね最初誰もいなかったんですよ、あのフロア。ほんならね、急に大学生の団体が入ってきてね、男1人に、女4人、とんでもない団体やで、ほんま。それが入ってきて、なんかこんなん俺なんか喋りながら飯食ってたら絶対またなんかごちゃごちゃこそこそと噂話をしてくるやんって、ちょっと噛んだけど今思ったから、もうちょっと場所変えさせてもらって、うん、だからまあ感じやな、まあ美味しいけどなんかちょっと周りがしんどかったかな今日は。全く店に責任はないねんけどな、うん、まあとにかくね、次またどっかの店行くかもしれないけど、またその時までよろしくお願いします。ではここまで見てくださってありがとうございました。さようなら。多分なんか俺あのユニバースが気になってしゃあないんやろな、めっちゃこればっかり撮ってるもん、この千日前みそのとこのユニバース、うん、なんかあかんな。うん、ほんならありがとうございました。